はい、皆さんどうも DD タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、しばらく、やってなかったアクアリウムの話になります。アクアリウムなんですけど、まあ皆さんに過去の動画で一度紹介した子たちがどうな座ってるのかっていうのをですね、今日は皆さんに見てもらいたくて、この動画を撮影しております。まあこっちのね、1200のこの水槽だったりとか、向こうの奥にあるね、90センチ水槽の子たちっていうのはね、結構頻繁に映るので、まあ皆さん結構見てると思うんですけど、その他の水槽にいる子、特にですね、今回は2つ紹介したい水槽がありまして、それがですね、ちょうど1年前ぐらいかな、僕が顔出しをする前にですね、紹介した水槽のダトニオたちをですね、今日は皆さんにお見せしたいと思います。まあ僕が顔出しをしてから見出した人たちっていうのはちょっと分かんないかもしれないですけど、僕顔出しをする前にですね、飼育販売水槽っていうのをやっておりまして、飼育販売水槽の中にですね、4匹ですね、こんなちっちゃいダトニオをね、600円から800円ぐらいで購入させてもらってですね、で広島のあれですね、ドリーム熱帯さんから、購入させていただいた子たち4匹がですね、今育ってて、まあある、なんだろう、まだね、こんなちっちゃいのからこんなにしか変わってないんですけど、まあ、うちのこのダトニオもね、3年かかってこれぐらいからやっと僕の手のひらぐらいになったので、まあ、ゆっくりゆっくりとね、成長していってるんですよね。そのダトニオの成長ぶりっていうのを皆さんで見てもらいたいなという動画になります。その他にですね、もう一つあってですね、そのもう一つはですね、こちらになります。じゃん、この時ね、この時にですね、皆さんにこの恋子を紹介したんですけど、まあ、100匹恋子を買ってですね、その中から選抜して何匹か残して育ててみるというね、恋を育てるという動画を撮ったと思うんですよね。それをですね、そこで育った子たちがね、今2匹残ってます。果たしてどういうね、色の子が2匹残っているのかっていうのとね、あとこちらは結構目に見るからに見るからにですね、かなり大きくなってる個体なので、それをですね、皆さんに今日はお見せして、魚の成長をですね、見届けてもらおうかなと思います。それではですね、早速そちらの水槽の方に、撮影を切り替えていきたいと思うので、行ってみましょう。よっ、はい、早速ですね、水槽を見てもらう前にですね、こちらが、1200水槽のですね、うちのダトニーになります。このダトニオなんですけど、こいつがここまで大きくなるのに約3年ぐらいかかりましたね。で、今はだいたいですね、おい、スネケット見えねえよ、ダトニーが今はですね、比較するとですね、僕の手のひらぐらいの大きさになってるんですけど、ちょっと今奥の方にいるので、縦向いてるし、あれなんですけど、そう、これぐらいね、近くに来ると僕の手のひらぐらいあります。そして最近ですね、結構やられてしまってるこのスネークヘッドですね、が邪魔ですごい見えないんですが、ダトニオ自体はすごいビビリです。この子もすごい、ダトニーはね、すごいビビリで、シマ模様がね、反対側が切れてるよね。こういう風に縦縞がね、綺麗に入ってたらね、いいんですけど、逆側がね、途切れてるんですよ。まあでもそれが僕からするとかなり可愛らしいなっていう思うところの一つでもあるので、まあ、このダトニーは僕がですね、誕生日かな、3年前かなんかの誕生日かなんかに買った個体です。あー、行っちゃったということでですね、それでは早速、掃除屋さんも来ましたね。この痛々しい尾びれ、多分こいつにやられたんだろうなと思います。早速ですね、他の水槽、もう一つのね、ちっちゃい水槽を見ていきたいと思います。はい、早速やってきました。こちらは45センチ水槽、結構ね、今掃除をする直前なので汚いっていうのはあるんですけど、この45センチ水槽の中にですね、ダトニオが4匹います。今いる限りだと、ここかな、ここに1匹で、この裏側に1匹、1匹目で、ここの手前に3匹と、あともう1匹どっかにいるんだけどなっていう、このちっちゃいダトニオになります。で、この子たち、この子ね、これがさっきの、ダトニーくんが
お家に来た時よりちょっと大きいかなぐらいの子ですね。で、すごいゆっくり、飼育環境もですね、45センチシートなので多分かなりゆっくり座っています。ということでですね、今日はこの子たちに、カーニバルを与えるですね、動画を撮りたいと思います。まあ、食べるのはね、食いつけは毎回いいんですよね。なんで食いつけはいいので、皆さんそれをですね、ちょっと見て期待してください。よし、やっと食べてくれた。やっと一つ食べてくれたよ。まあ、一匹が食べると他の子たちも安心して食べてくれるといいんですけどね。本当ならもっとバックバック食べに来るんですけど、警戒してるのか、一切今日は食べに来ません。上の方で食べましたね、今。ほら、食ってきた、ほら。俺がちょっと離れればね、こうやって食べに来るっていう。今カメラを目の前に置いてるので結構警戒してるのかな。いいね、ほら、食べても大丈夫って分かるのか。いっぱい食べに、ちゃんとカメラ撮れてるよ。この調子で遠慮せずにバクバクいってほしいですね。いつも通り。とりあえず、ダトニオチーズはこんなもんですかね。それでは、次のね、小猫の方のゾーン見てみたいと思います。はい、こちらが小猫の水槽にあります。この小猫水槽ね、まあ、こうやってバケツを倒してね、光が当たるところとそうでないところに分けてるんですけど、まあ、コインに関しては、僕自身かなりですね、素人です。だから水流も多分作らなきゃいけないんだけど、ほぼほぼ水流もないですし、ちょっとね、小猫水槽っていうのをね、こういうちっちゃい池で今やってるんですけど、この池はね、春になるにつれてちょっとメダカ水槽として使い、メダカとしてね、メダカを入れるところとして使いたいんですよ。ということで、こちらの小猫はですね、水槽の方に移せるようにですね、していきたいなとは今後思っているんですが、まあ、なかなかバスケの方が忙しく、おっと、餌を食べる前に顔を出しましたね、2匹とも。なかなかね、ボスが忙しくて、ちょっとそこまでね、力を入れてですね、アクアリウムの方もできていなくてですね、まあ、オフシーズンに入るまではちょっと辛抱かなと思います。それではですね、さっき顔を見せてくれた2匹がね、果たしてどれだけ大きくなってるのかっていうのを見てもらいたいですし、ぜひですね、皆さんに見てもらおうと思います。それでは餌をあげたいと思います。ほら、まとめてあげますね。ポン。そう、片方がね、赤白でね、もう片方がね、3色、黒、赤、白の方ね、が残りました。この2匹がね、残って、だいぶ大きくなりましたね。僕の多分、まあ、僕の指、中指ぐらいまでは大きくなってると思います。最初はもう本当に、僕の小指もないぐらいちっちゃい子だったんですけどね。ということで、まあ、当然ながら隠れるところがあると隠れたので、こういう風にしたらですね、このようになっております。そして中に入っているね、トミカもありますよね。見えますか。あれは息子がやりました。そう、それなりに大きくはなってるんですよ、結構。なので、まあ、僕としてはかなりですね、嬉しい限りですね。やっぱり大きくなってきてるのは。水が汚いので、水替えするした後にこの動画を撮影するのがあるんですけど、明日から遠征なので、明日から遠征というタイミングで撮っているので、ですね、まあ、帰ってきて、僕の日にですね、掃除をしたいと思います。
とまあたくましくですね、まあ小麦粉の餌として買ってきた頃の価値の中からですね、たくましくこういうふうにね生き残ってるっていうのを告白すると、まあ、かなり嬉しいというか可愛いですね。まあインテさんみたいにね外にツイスター外にですね池を作れればいいんですけど、まあなぜいつこの家を出なきゃいけなくなるのかっていうのがわからない時期にもなってきたので、とりあえずですねこの子たちはこういうふうに過ごしております。はい、ということでね、2つの子たちをね、2つの個体をね、まあ、はっきり言うとちゃんと見せることはできなかったかもしれないんですけど、紹介することに、紹介する動画になりました。皆さんどうですか？思ってたよりも、ダートニオの方がね、パッと見分かんないと思うんだよね、どんだけ大きくなったかっていうのは。まあ、あの前の動画をね、遡って見てもらえれば分かるとは思うんですけど、まあ、でもそれなりに僕の中で大きくなって、ちょっと大きくなったな、肉付きが良くなったなと思ってから撮影はしてみたんですけど、どうでしたか？まあ、小麦粉の方はもうあからさまに大きくなってるので、今日あれ、今日この撮影でね、皆さんに見せれてよかったなと思うんですがね。まあ、この個体たちがですね、しっかりと大きく育っていってもらえればですね、今後ですね、まあ、ダトニオシーカ販売水槽って言って販売しようと思って買ってた子たちでもあるんですが、まあ、販売しなくてもいいかなと、欲しい人がいればっていうぐらいの感覚になっているので、この子たちはまだ売り出すには早いと思いますし、最悪でもこのダート2分ぐらいにならないと、全然あれだと思うんですよね、欲しいっていう人はいないと思うので。ちなみにこのダトニオについてちょっと豆知識なんですけど、アクアリウムの中でですね、皆さん四聖獣って分かりますか？青龍、鳳凰、白虎、玄武で、このダトニオもですね一応、アクアリウムの中でですね白虎っていう風に言われていてですね、まあ、白と黒のしましまでね、白虎のような、魚だからでね白虎っていう風に言われています。で、当然青龍はですね、まあアロワナ、アジアアロワナですね、になるんですけど、まあ、うちにはもう一匹それでいましてですね、この先ほど尻尾がやられちゃったと、お話ししていたカラプロの掃除屋さんいますよね。カラプロとキラスとかな、コンビを。カラプロがですね、ポーボーって呼ばれてて、まあ、きれいな、ね、赤と黒とっていうことで、ポーボーに似てるから、ポーボーって。呼ばれてるんですけど、でも玄武はまあカメですね。うちにはいないんですけど、ビッグカメ飼いたいなーなんて思ってるんですけどね。ビッグカメは寿命が長いので何があるか分かんないから飼えないなっていう、飼うのに振り切れないっていう人もいます。まあ、ということでですね、その四聖獣のね、白虎のところをですね、今日は皆さん豆知識としてですね、ダトニオは白虎って言うんですよっていうのもね、覚えて帰ってもらったらなと思います。それでは、今日はですね、この辺にしておきましょう。See you next time! バイバーイ!